私はね、めちゃイケでそれを本当に叩き込まれたんですよね。あ、美人じゃないからやめろ。で、容姿言ってるやんか、炎上なんでせえへんのよ。だって引き立てにならざるを得ないじゃん、カタリナさん。そうなんですよね、雛形さんと私がブッキングされたんですけど、もともと雛形さんがめちゃイケ出るって決まってて、もうその時有名だったんで、雛形さんも、うん、で、私はもう何にもデビューして2ヶ月ぐらい何にも仕事がないタレントで、で、雛形さんの対になる人を探してたみたいで、うん、オーディションをいろんなタレントさん、その時バラエティに出てはった人をもうほぼほぼしたらしいんですけど、デビュー2ヶ月の私がやってきて、私もうその時何にも怖いもんがないというか、今よりキャラはっちゃけてたんで、うん、面白いって やめろあ、それを面白いって言っていただいて合格したんですよ。で、何にもそんなポジショントークももちろんできるわけない、素人の私に監督さんが言ってくださったことが、雛形さんの逆張りを一生しろと。雛形さんが白って言ったらあなたは黒、雛形さんが天使ならあなたは悪魔、それだけ全うしてくれたら何を言ってもいい、それだけ守れ、それがあなたの役目ですって初日の収録で言われて、何かわからんまま雛形さんがいいこと言ったら悪いこと、私全然思わへんっていうので、はそれでポジショントークっていうか鈴木紗理奈像が出てできていったんですよね。はあ、そうなんだ、優秀ですね。やっぱキャラ立てをするっていうので、その番組構成ができるじゃないですか、うんうん、である種トークが上手いから、こっち側っていうのにしてもちゃんとなんとか話して返せるっていうのもあるから、それをそうオーディションで芸能界2ヶ月みたいな人見抜いてアサインするのはすごいなと思って。ああ確かにね、その監督が本当に 見えたんでしょうね。あ、これだからやっぱその綺麗な雛形さんの反対側を狙っていったんですね。どういう意味？いやいや、まあ、雛形さんは綺麗、はい、間違いない。紗理奈さんも、はい、いやだから反対側を狙って取りに行って今そういう現状なのかなと思って。いやいやいや、紗理奈さんも、はい、いやね、本当は、いや、オアシスもいらっしゃいましたよね。そうです、オアシスさんは芸人さん枠なんで、そのいわゆるアイドル枠っていうので2人並べるときに。あ、アイドル枠だったんですか、紗理奈。アイドルや、何がおもろいね、アイドルや、グラビアもやっとるわい、ね、ヤンマガとかヤンジャンのなんか大賞とか取っとったやん。え、でもアイドルの割にはなんかファンが一人しかいないみたいですけど。ねえ、違う違う違う。ねえ、ひろゆきさん聞いてもらっていいですか、はい、これも私のあれ戦略なんですけど、私アイドルめちゃめちゃファンいたんですよ、マジで。全然知らないでしょ私マジで。アイドル雛派か紗理奈派、紗理奈派の方が若干少なかったかなかもしれないんですけど、本当に街歩けないぐらい、なんかロケしたら紗理奈って言って各地のヤンキーが集まってきて、表紙飾るのもすごかったんですけど、私長い目で見て水着でこう男性ファンを相手にやってたら息が短いかもって思って2年でグラビアやめたんです。で、女子に向けてあんまりそういうそっちの方向で仕事するじゃなくて、女子に向けてやってった方がいいんじゃないかろうかって言って、まあそれでね、すんごい人気なくなって、ほっとけあそれでじゃあ女子もいなくて、最終的にいろいろすいませんでした、いつも名古屋駅でありがとうございますっていうのに200円払ってご本人いらっしゃってますけども女性はもう今も支持していただいてますよ。え、でも名古屋駅にいらっしゃったのは鈴木さん一人なんですよね名古屋駅にいらっしゃったのはもう鈴木さん一人。あの女性ファンっていうのは追っかけとかしないですから、熱狂とかではなくて、っていうんですか、インスタ見て、あの例えば歌ライブやるときに来てくださるとか。じゃあ金払いがいいと、女性ファンは。鈴木のりとは金は払わずに写真だけ撮って帰るみたいな。そうや、ほんで写真を額縁に入れて金も使わんと。確かにね、額縁代払うんだったら金渡せとそうなんです、まあ、そういう経緯でめちゃイケでそのポジショントークを叩き込まれてるんで、だから全然もう本当にこんなこと言えない、きついよ、炎上だってするし嫌われるの分かってるけど言いたくないっていうことも気持ちを乗せて喋ってたんで、でなんならそこで女優業も学ばせていただいたというか、いかにそのセリフに、嘘つくの得意ですもんね。それ嘘つくの得意、どういうこと、嘘じゃない、嘘じゃない、そこに気持ちを込めて あたかもリアルにするのがすごい勉強させていただいて、ポジショントークっていうのも得意になったんですよね。まあ、でも役者ってその要はありもしないことに思いを入れてやるわけじゃないですか。だから言いたくないことも言うっていう、だからやっぱ嘘つきの能力ですよね。そう、嘘つきというか思い込みというか、まあ多分2タイプいらっしゃると思うんですけど、こういう気持ちになった時人ってこうするよねって言って先に肩をはめていく人と、本当に自分がそういう気持ちになって作っていく人と2パターンいると思うんですけど、思い込む人は、
いわゆる嘘つきということになるんでしょうかね。サリナさんどっちなんですか。私は自分がそうやって思い込まないとできないタイプ。あ、じゃあちゃんと思い込めるタイプだ。そうです。だからそのこの壺を買ったら幸せになれるよって思い込んで相手を説得するみたいな。そうです。あ、本当にそうです。本当に、いやいや、もうなんか例えがさ、言いにくい広げにくい例えやめて、それタブー、うん、タブーに切り込む的な。まあまあ、でもとにかくそうですね。本当にじゃあどうしてこの壺を買うことになったんやろっていう、そっちに寄り添って考えていって、本当に買うような気持ちになるって、まずその気持ちを作るとか。じゃあやっぱ営業とか得意なんですね、もともと。じゃあ、ああ、そうかもしれない。社会人として働いたのもグラビアとかそういうタレントだけなんですか。普通の仕事してない、ね、したことないです。バイトはまあちょっとしたことありますけども、ほとんど遊び程度ぐらいのバイトで。さすがお嬢様のサリナさん。お嬢様のサリナさんに質問です。芸能人はお金持ちか生活に困っている人、やんちゃな人、綺麗な人か個性的な人、変だと思われる人、何か飛び抜けの天才、才能がある人などがほとんどで、いわゆる普通の人はいないように見えますが、どう思われますか。普通が何かわからないんですが、でも なんか尖ってる部分がどっかにないと残らないですね。そうですね。普通じゃないよ、マイノリティとするならば、もうマイノリティの人らの集まりやと思う、うん、本当にそれはそうだと思う。じゃないと芸能人本気でなろうって思わないし、芸能界に入った時も多分普通で健康的な思考でいれないと思う、うん。やっぱある程度まともだと芸能界下積み超きついじゃないですか。うん、だからあれ耐えられなくて普通に普通の仕事しちゃうと思うんですよね。うん、かもしれないですね。でもなんかそれを超える何かがあるからっていう、クリエイティブなことなのか、ね、どういう視点かわからないですけど、うん、と思います。今日の対談内容のまとめです。寝ちゃいけの番組スタッフは優秀です。中島 P 上がりたさんとかは今どうしてるんですかね。寝ちゃいけの収録はめちゃくちゃ大変だったらしいです。僕も毎週見てましたよ。視聴者の皆さんはひな形派ですか、それともサリナーですか。まともな考えの人は芸能人だろうなんて思わないですよ。面白かったら SNS などでシェアしていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。